4月24日午前第298回のトイック公開テストになりますね。全体的に難しいフォームだったんですよ、今回。一つは激ムズでした。本当に状況が分かんない。知らん単語が結構多かった。おはようございました。もちろんね、さあ、今回ですね、受けてきました。7月24日午前ですね、第298回のトイック公開テストになりますね。はい、もう298ですよ。299が午後で、で、もう300回ですね、次回。300回記念っていうことなんですけど、まあ300回目からは、やっぱり抽選がなくなりますので、はい、そうです。抽選で今までやってたと思うんですけど、当たりました、外れましたっていうのがあったと思うんですが、それがなくなります。もう全員受験できるっていう形で、まあ結構ね、第7波の中、人たくさんいて大変だったとは思いますが、はい、どんなんだったのかですね、見ていきたいと思いますね。今回の会場、初めての会場でしたけど、ベンディングマシーンですね。自販機がありませんのでってすごい言われて、水も持ってなかったし、どうしようと思って大変だったんですけど、まあ、受けに来ました、とりあえずですね。はい。まあ一応3人掛けのとこに2人座るってところで、まあ横がいないことなんて僕はないので、はい。やっぱ1人にはならないんですけど、まあ必ず横がいる状態で、やっぱり受けました。はい。結構英語ができる人だったと思う。なんか戦ってましたけど、横の人と。やめてほしかったのは、まあまあパート1とかね、答えが出て、それが出た瞬間に塗るっていうのはよくわかるんですけど、そうじゃなくてね、パート2とか、答え出る前に塗ってたから、ああ、もうなんか相当、せっかちな人だなと思った。だから A、B 聞いて A、B が違えば C が答えじゃないですか。だから C が答えの時も B 聞いても塗るんですよ、 C を。だからね、なんかすごい人だなと思いながら、はい、やりましたが、まあ目安になりました。やっぱりかなりの上級者なんだと思うんですよ、それができるから。でもやっぱりその人でも止まるっていうところがあったりして、ああ、やっぱりこの問題むずいんだなっていうのがよく分かった感じですね。なんでそれぞれのですね、はい、感想を言っていきたいと思います。まずですね、パート1ですね。はい、パート1からいつもの通りやっていきますが、パート1は普通としておきます。一応普通なんですけども、まあ、そうだ。先言っとかなきゃいけないのは、トイックってフォームが複数ありますから、同じ問題を受けているとは限りませんので、はい。僕のフォームと皆さんの受けているフォームは違う可能性があります。で、これ全体的に難しいフォームだったんですよ、今回。で、全体的にむずいけど、なんか、こう飛び抜けてむずいっていう問題があったわけじゃないっていう感じかな。だから今まで受けた中で一番難しいとかではないんですけど、でも、全体的にそれぞれのパーツに難しい問題があるっていう感じ。パート1は普通なんだけど、1個何つってか分かんなかったですね。結局消去法で解いた。もうこれしかないけど、でも、なんて言ってるかよく分からん。っていう感じですね。だから全問正解できてるだろうけど、っていう感じかな。はい。で、次はパート2ですね。これはやや難としておきます。いつもね、最近は間違えてなかったんですけど、パート2ね。一問落としてない状況だったんですけど、今回は崩れましたね。一箇所、これどっちだってなって、で、次の問題聞き逃したんで、だから、あ、しまった、崩れたっていうですね。久しぶり、まあ、トイック満点100回のプレッシャーがあったんで、結構、落としちゃいかん、落としちゃいかんつってやってたんですよ。そしたら1個、あ、やば、どっち、あ、ってなっちゃって、で、その次のを聞き逃すっていうのをやっちゃったんで、ちょっと下手すりゃ2問やられてしまってるっていう感じですね。まあ、うまくいってれば1問だけでなんとかなってるかもしれないけどっていう感じでした。はい。苦戦しましたね。うん、で、パート3は、これもね、1セット激ムズがあったって感じで、まあ普通かややなんとしておくんですけど、一つは激ムズでした。本当に状況が分かんないっていうやつですね。で、まあ自分はなんとなくというか、まあ状況分かるけど、確かにこれ選びづらいなみたいな感じで、だここは、その横のね、ものすごいできる女性の方は塗ってなかったから、終わるまで。もう答えが聞こえたら塗るっていう感じだったのに、今回はその問題は3つ流れても塗ってなかったから、あ、やっぱ相当ムズいんだなっていうのは分かりました。あれは難しい。じゃあ今回全体的にもやっぱり知らん単語が結構多かったです。こんなんトイック出てくるんだみたいなのがかなりたくさんあった。難しい単語が多い回だったなっていう印象ですね。うん、結局、あれは一体何を表してたんだろうっていうものが多い。だからパート3もそれもそうだったんですよ。何を表してんだこの単語はっていう。それは設問かなにあった。でもうわからない問題文中にもあったんですよ、その単語が。でただそれは過去のトイックで聞いたことがある単語だったんで、なんとなく状況をイメージできたんですね。で大丈夫だったんですけども、あとアメリカでコマーシャルとか見てたんで、それのでもそれを知らない人にとってはもうさっぱりわかんないです。表現もわかんないし場面もわかんない。でもあれが一番
難しかったと思いますね、今回の全体の中で。そのパート3のセットで、次はパート4は、これも2日ややなんですね。だからなんかやっぱこれも表現ですね、場面が浮かばないみたいなのがいくつかあった。これパート3のその1問よりは難しくないんだけど、でも数セットあったんで難しいのが、だから結構厄介。だからリスニングに関して最近の中では一番難しく感じたと思いますね、全体ではなくて。はい、そんな感じでした。受けた方はどうでしたか。はい、続いてパー5ですね。これはまあ普通としときますね。やっぱり最近今までなかったパターンの問題が出てきているので、それをちゃんとね、対策していくのが難しいなという印象ですね。今回も1問今まで出てなかったパターンがあって、絶対引っかかってる人は何人もいると思いますね。まあこの後の6時からね、その反省会ライブありますから、そこで多分わかると思いますけど、多分あの問題引っかかっちゃってるだろうなっていう印象ですね。ただまあその引っかけにさ、関わってくる単語が思いっきりパート6出てるんだよね、選択肢で。それどうなのって思ったけどね。だからまあやっぱ文構造ですね、こう文構造を取れるようにしとかないと引っかかるっていうところがいくつもあった。だから構文の勉強とかちょっと大事だなって思いますね、最近のパート5は。続いてパート6は、これもまあ文脈を考えなきゃいけない問題がすごく多くて、そこが厄介だったと思いますね。全体的にレベルが高い。一つはやっぱり何の話なんだろうって思う人多いと思いますね。だから難問がパート6の中にいくつあったかな、 3,4 台あったんで、だからこれは難しい回だなと思いましたね。まあこれしかないだろうと思ったけど、っていうちょっと悩まされたのが多かった。続いてパート7、これむずいっすね、長いしやっぱり大変、非常に解くのが苦労しました。予想だったり照らし合わせだったりとか、ちょっとダブルパッセージでクロスリファレンス問題が今回少なかったんで、それぞれ1個ずつだったかな、ダブルは。だから今回少ないなって思って、大丈夫かなこれ答えって思いましたね。照らし合わせの方が僕にとっては楽なんですよ。照らし合わせの苦手な人多いと思うんですけど、照らし合わせの方が難易度が低くて、あ、確実にこれだって選べるのが多いんで、でも今回少なかったです。少なかったんですけどね、なんじゃこれみたいな問題はありました。こんな問題の聞き方するんだって、まあこれも多分反省会のライブで話題になるんじゃないかなっていうですね、こんな聞き方ありっていうものがありました。はい、ジェンダーに関わってるやつとか、あれはどうなのって思いましたけどね。まあきつかったです。初めてですよ、午前受験でご飯食べてったんで、朝ご飯食べてったん で、だからを600ミリ飲んでったんで、もうトイレに途中で行きたくなっちゃって、はい、行きましたけどね。まあそれでも終わったんで、どれぐらいだったかな、10分ぐらいは待ったのかなと思いますね、多分。相変わらず時計持ってってないんで、今回ってさ、学校だったから時計あってくれるかと思ったらなかった。はい、という感じで、まあできたかなと思いますけど、難しい。とにかくリスニングでこんなにやらかしたのは久しぶりだったなという印象ですね。ちょっと5、6、7のリーディングどうだったかによって、その出来によって変わるとは思いますが、はい、まあ反省会の方楽しみにしてください。そして受験されたことお疲れ様でした。はい、皆さんどう思いましたか。ぜひね、コメント欄でこうだった、あだったっていうのをね、言ってもらって、はい、あとは反省会のラジオの方で言ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、で、メンバーシップのね、やつではトイック授業も見れますんで、そちらも見てください。あと、あれか、ショート動画ね、今、YouTube ショーツの方もいろいろ出してると思いますが、フレッシュいっぱい出たね、今回。フレッシュっていろんな場面で使うんですよっていうので、リスニングにもリーディングにも出てましたよね。答えに関わってたと多分思います。3回かな出たと思いますんで、それもどれもなんか日本語の新鮮なというのとちょっとずれるような感じの使い方でした。あ、やっぱこれも役立つんだなと思ったんで、はい、チャンネル登録を忘れなくやっておいてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.